FC 東京羽生直武です。まずはスタジアムが、ああいうすごいスタジアムができるのが、こう耳に入った時からそのスタジアムでサッカーやれたらなと思ったんで、そこのこけら落としでプレーできることを本当に幸せに思いましたし、マリノス戦だったと思うんですけど、いつも以上に気合がみんな入ってたと思うし、本当に集中力が高い中でやって、個人的なプレーもテンション上がりっぱなしみたいな、そういう、もう本当にそういうパワーがまずは、なんか自然と湧き出るような試合だったなと思います。みんな楽しんでというか、そういう印象ですかね。綺麗になってるわし、アップからサポーターの方の声援とかもすごい近くで聞こえたし、新しいスタートというか、もう一回ここでこのスタジアムで歴史が始まるっていうか、そういう気持ちでしたね。そうですね、慣れないのもあったし、質が非常に高かったのでしかもテンション上がってたんで大変だったと思いますけど、それを抑えるのに、そうですね、当時はそう思ってたのかもしれないですけど、でも結局誰でした？阿部俺のコーナーでしょ、点は取れませんでしたけど、コーナー蹴れたのは結構嬉しかったっていうのはあります。福割でどれもあれですけどね、しかも福割じゃなくてもよかったかもしれないですけど、PK 外して帰ってきた時にみんなが応援してくれて、その場で点取れたっていうのが、もうみんなこう、俺の名前が書いたのを手に持ってくれて、それもこう本当に近くで見れたし、こんだけの人がこう支えてくれてんだなっていうのは伝わってきたんで、個人的な印象だとは言うのほうが、レッツ戦とかかな、勝ったとかも印象にあるかな。でもどれもやっぱ外に出てって福割を見てもすごいスタジアムだなって思うし、そういう意味ではやっぱ羨ましい。専用のサッカースタジアムがあるのは素晴らしいことだなっていうのは思います。自分がベンチに下がってから逆転されたんで、正直 2-0 で東京が勝っててベンチに下がって、そっからは複雑な気持ちでしたから、自分が出てる時はやっぱり勝ちたいって思ってたし、ただ、戻った時には不思議な感じでしたかね。複雑というか、このままジェフが落ちるのもやっぱ嫌だなって思うところもあったけど、でも最後ああやってひっくり返されたのはスタジアムの力も大きかったと思うし、そういうのを起こせる雰囲気があるスタジアムだと思うし、それだけのチームだったっていうのはあると思いますけど、とにかく複雑でしたけど、本当に今の自分があるのは、市原臨海から始まって、もちろん姉先のグラウンドでも練習したし、その中で福割っていう素晴らしいスタジアムができて、
そこで試合ができるようになって、まあ、自分が成長したのは全てそこの場所でだと思うんで感謝してますし、まあとにかく自分もそこを経験してきた人間としてもっと成長しなきゃと思うし、引退するまで走り続けようと思うし、また福割が J1 の舞台で使われるように心から願ってますし、そういうサポーターの皆さんも、ジェフを愛しているサポーターの皆さんもぜひ力を選手に与え続けてほしいなっていうのがあります。僕はもう最後まで頑張りますので暇な時は FC 東京の方よろしくお願いします。